こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。シュウです。水木です。そして花です。さあ今日は、はい、最近話題沸騰中の ER34、これを3台並べまして、はい、今日はですね34スカイラインを、はい、まあ、どういう風にいじっていったらかっこよくなるかなっていう動画をねちょっとやってみたいかなと思うんですよ、はい、なるほど。でこう今3台いるんですけど、それぞれ種類が違うね、こうパッと見で違いが分かると思うんですけど、今日それぞれ3台3人でプレゼンしていきますので、ね、これから ER34 買おうとかすでに持ってる皆さんとかカスタムの参考とかにねしていただければいいかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。さあということで、はい、今日3台ね車を用意したんですけど、はい、これそれぞれどんな感じの車だか皆さんパッと見で分かりますか？分かんないですねまず私は純正ルックのER34を紹介します。そして阿部さんは R 仕様の ER34、 そして水木さんは車庫タン仕様の ER34。 あ乗ってそうじゃあまずは、はい、純正。純正だって方向性大丈夫なの？大丈夫。純正こそがオツなんですよ。何がいいの？何がいいの？くださいよ、この昔ながらの純正ホイール。クソだせえ。美しくないですか？クソだせえわ。この形とこの色がオツなんですよ。ツラもクソもないじゃんよ。いいんです、引っ込んでるのが純正で美しいんですよこれを純正ホイールで未だに履く、これがオツなんです。なんか意外にちゃんとキャリパー避けるデザインなんだね、純正ホイールって。美しいんです。これなんかよく見たらちょっとグレネードっぽいデザインでいいんじゃないの？うん、そうだね今も変わらぬ QM1 ホワイト。 QM1 っていうの？ QM1 この色、はい、QM1 ホワイト、うん、美しいじゃないですかこの白さ。それも純正だもんね。純正です。純正こそに愛がある、塗り替えてないからこそに愛があるんです。これガナドールとかしないの？ガナドールもいらないんです。この純正ミラーが美しくてオツなんです。うーん、最後見てみましょう。うわー、これこれ、このマットガード純正オプションの美しいじゃないですか。あ、これ純正オプションなんだ。はい、うん、へえ。ラインパーツをつけるより純正でこう美しくすることがオツなんです。なんかいちいち言い方がムカつくなあの今自然と触ってますよ、この、うんうん、リアウィングもオプションなんです。実はこれオプションなんだ。これもオプションなんです。変なね、でかいリングつけるよりこういう純正オプションでかっこよく決めるのがオツなんです、うん、なるほど。なんでそんな中途半端な反応なんですか、うん、おら、お、あら、これおって言っちゃった。これニスマスポーツマフラーさんじゃないですか？え、これ日産スポーツマフラーじゃないですか？これ何、すごいね、ディーラーオプション。これもオプションなんです、このマフラー。お、何それ。サイレントとスポーツ。このスイッチがまた美しいんですよ。え、何それ、音量変わるの？すごい、ちゃんとブレーキ踏んでかけてる。これ今サイレントですね。うん、サイレントモード。いいね、これがオツなんです。純正ステッカーがまだ貼られていて、うん、これがまた美しい。なるほど、ちゃんとこれ GT ターボ、 GT ターボ GTT ステッカーチューンじゃない、ステッカーチューンじゃないです。入ってねえ。純正フロアマットが残ってる、これが美しいんです。お、見てくださいよこれ、スカイラインの取説じゃないですか。おお、これが未だに残っていることがこそが愛です。美しい、純正、純正だからこそオツなんです。なるほど、下手にいじるより純正をキープして乗り続けることが美しいんです。なるほど。よいしょ。あ、これ俺知ってるパーツついてるよ。これなんです？ほら、
my god、 これ純正じゃない。これいいじゃん、これブリッツの車庫帳、車庫帳、これをつけることによって純正パーツである断熱材を切らなければいけない。あー、ここが残念ポイント。うん、でここ何、何だったらいいの。ここはもう綺麗な状態ですね。あ、なるほどね、ここまで残ってるのが美しいんだ。ここ美しいんです。ここカットしちゃうと、残念なんて残念ポイント。なるほどね、なるほど。なんかさっきからオツとか美しいとかしか言わないんだけどさ、なんでオツだのウツだの言ってね。パワーを求めちゃいけないんです。いや、なんかさ、こうカスタムの方向性の話なんだけど今日は。はい、でもやっぱ純正は純正の良さはあるよね。純正がいいんです。いや、むしろこれをダサいっていう人いないですよね。うん、この形を好きになれっていう話で、うんうん、まあ、素でかっこいい34スカイラインって感じですかね。貴重ですしね、この状態、うん、この姿を維持している車っていうのは、うん、ですので、こういうね、この純正チックを持ってる方は純正チックを維持しつつ、まあ、リフレッシュして、で純正に、これを機に純正美しいなって思ったら、こう R 仕様から純正チックに戻していくっていうのもありなんじゃないでしょうか。逆にね、なるほどね、そうすればね、うん、R 仕様のパーツ外して純正仕様のパーツ買って、もうなんかお金もね、得するかもしれないので。今っぽいね、そのやり方はね、うん、そういうこともできるので僕は純正を押します。でもこんなノーマルチックな車ってどこで買えばいいんだよ。こういう車を欲しければ、トラスト企画にちょっと電話1本してみたら、もしかしたら、何、もしかしたら手に入るかもしれないので、うん、お電話お待ちしております。お探しのご用命もぜひっていう話ですか。結局そこかよ。みーくんの LINE スタンプ好評発売中。じゃあそういう安倍さんは何です？いやいやいや、やっぱり、はい、スカイラインのカスタムといえば、はい、GTR 仕様でしょうよ。これいかちいね。やっぱりかっこいいですね。さあ昨今ね、はい、34GTR 普通の人買える値段ですか？どう思います？いや、もう1本いっちゃってますからね。いや、1本なんか余裕のよっちゃうんですよ。2本、そう、2本3本当たり前の世界なんで、はい、とはいえこの34スカイラインですらもう素が高いような状態なんだけど、はい、まあ、そういう状況の中でどういう風に楽しみたいかっていうところを模索していくと、はい、やっぱり僕は GTR が好きなので、はい、GTR にのまんまレプリカっていうよりかは似せる風にしたい。 GTR がいいからっていうんじゃなくて、 GTR のこの格好ってかっこいいじゃん、普通に見たら、はい、うんうん、でパッと見で、はい、だからするみたいな。 GTR に乗りたいから、悔しいから作るんじゃなくて、はい、単純にかっこいいからやるっていう感じ。具体的にお願いしますよ。具体的にどういうことすれば近づいていくんですか、はい、GTR。 まずはですね、はい、この34スカイライン GTR と共通な部分何点かございます。共通部分あるんですか。共通部品ございます。まずどこかというと、はい、ルーフ。なるほど。次にドア。次にトランク。お、そこまで共通なんですか。逆に言うとこれ以外は全部違います。あ、ヘッドライト。あ、ヘッドライトはあのキセノンと普通のはあるけどね、形マウントは同じです。うんうん、はい、これちょっと安いやつなんだけどね、うん、あ、キセノンじゃないじゃない。そう、これキセノンじゃないですよ。ノンキセノンで、 GTR は全車キセノンです、うん、でこれをね GTR に近づけるにはどうしていけばいいかっていうところなんですけど、はい、まずはバンパー、純正と全然違うんですよ。おや、まあ、せっかくなんで見比べできますね。そう、見比べてみてください。これはちょっとまずここは変えないとこう ER34 から脱却できないんだよね。まずはバンパー、まずはバンパー。そうで、次にサイドステップ。おお、サイドなんだ。サイドステップもノーマルは結構シュッとしてる。確かにね。でも GTR の、 あの張り出しを考えるとやっぱサイドステップつけるのは必須なんですよ。それあれですよね、ニスモタイプ。そうです、ニスモタイプです、うん、ここの、うん、なんならフロントもニスモタイプだし。そう。でも欠かせないのがこのリアバンパーですね。おや、リアバンパー形状が全く違うんですよ、うんうん、全然違いますね。はい、すごい、うんうん、すごい。うん、そう、ここをね変えていかないとなかなか仕様には近づかないんだけれど、私今回ですね、はい、皆さんの予算に応じて、はい、松茸梅でこういうね ER34GTR ルックプランというものを用意させていただきました。今回、まずは梅プラン、これはこの車と同じ
形になります。おや、これね、梅プランのエアロはパーツランド製です。おや、言ってしまっていいのですかこれは。いいです。これはね、もう皆さんのお金のない皆さんの味方、パーツランド。なんとパーツランド製のエアロ3点セットで税込み51,700円。安い。おや、びっくりするぐらい安い。いや、もう僕ほら元 ER34 オーナーなので、はい、よっぽど買おうかと思った感じなんですよね。なるほど。そう、ただやっぱり見て分かる通り質が悪いんですよ。うんうん、こうなんかバンパーのチリ合わせるとこうエラが張っちゃったりとか、うん、あ、この角度ね。そう、これね、うん、前から見るとね、分かるよね、うん、ピラミッドみたいな。そうで、フィッティングは結構大変なんだけれど、うん、まあこのエアロを買って塗装と取り付け、まあ、プロの板金屋さんに任せて工賃20万円という仮定をつけると、まあ大体約25万円で GTR ルックになるかなと。いう感じ。なるほど、はい、じゃあもう次見たいんですけど、はい、次どうぞ見てください。次はですね、次はおや、はい、こちら見てください。竹プラン、竹プラン、はい、竹プラン、もうこちらはもう言わずと知れた九州の天才エアロメーカーユーラスさんのキットになっておりまして、これね、トラスト企画でも扱っておりますこのキット、うんうんうん、でユーラスさんのキットの場合は3点セットプラスここの、あー最高、フードリップ、これをつけないとっぽくならないっていうことなんで、3点プラスフードリップをつけると税込みで139,700円と19,800円プラス送料で、ユーラさんのキットだとだいたい塗装と取り付けすると38万円くらいかな、うん、そんな感じでございます。これはプランでちょっと上がる感じで、うん、でもボーナス1回分ぐらいじゃないですか。そうですね、でもこういう形になりますから、4ドアでも2ドアでもかっこいい、すげえかっこいい感じになります。いいね、いい顔してます ね。これに乗りたいよ、はい、もうで、ってことはこれよりも上があるってことなんですか。そうなんですよ、思いつかない。今度梅コースです。じゃじゃん、わあ、もう言わずと知れた34スカイラインを GTR ルックにさせたら日本一の板金屋さん、オークオファクトリーさんのコンプリートカーのプランです。もうどっからどう見ても GTR にしか見えなくなるんですよ。それのどこが ER34 なんだよって。そう、分からんね。そう、それもそのはずなんです。この車を作るのには 34GTR の純正部品を各所に使うんです。おー、それはマツですね。そう、だって別途参照だもん。そう、別途参照になりますね。で、こちらね、別途資料ご用意しておりまして、わー、おい、お値段、お値段全部込みで439,862円。言葉が出ませんね。もちろん車両抜きです。車両抜き、失礼いたしました。っていうことは、はい、じゃあ本物の、はい、BNR34 スカイライン GTR の大体半額ぐらいで、はい、同じぐらいの車が手に入る、ね、まあ、1000万かかんないくらいで手に入る。車両価格込みだとしても大体半額ぐらい、うん、そうだね、今の相場だとね。で、これも、うん、この見積もりは2021年の8月現在のやつなんで、日産さんどんどん値上がりするじゃないですか、パーツが。そうですね、そうするともうこれもどんどん上がっていくと。おー、いや、まあ、早めがいい、早めがいい。そうそうそう、早めがいいと言ってもこの値段ですからね。はい、これはもうとんでもまだ続きあるんかい。まあこれはあのてか、こんなに買えるパーツあるんですか。そう、そんなに買えます、ずらっとね、はい、これ知りたい方は、まあ、あの問い合わせいただければ。 あとは大久保ファクトリーさんのホームページ見れば載ってますんで。なるほどね。面倒くさがってます、はい、宣伝になってます、はい、いいんです宣伝で、うん、まだある。なんかちゃっかり H ケースハイパーマックスとか入ってるじゃないですか。そう、これやっぱかっこよくしないと。あ、 RCO になってもあのホイールだったらちょっとさ、もうテンション下がるじゃないですか。なんか R とは車高違いますよね。車高違います、ER、はい、うん、フェンダーも GTR のやつを使うので、あれ履いたらもうすげえ引っ越しだから。へ、だからちゃんとすごいレイズの T37 と、はい、だってね、ハイパーマックスで T37 佐賀で、佐賀県で作ってるホイールなんですけど、ってわけじゃないよ。まあそういう形でね、はい、こういろいろプレゼンしてきたんですけど、これ高いじゃないですか、まあ、大久保さんは正直高い。しかもこの、まあ、ユーラスさんもパーツランドさんも送料がかかるね、買ったらね、エアロを買ったら。でこれね、ちょっとまず皆さんにマル秘公開情報、マル秘情報公開なんですけど、あのちょっと前にね、弊社とコラボしていただいたメイクさん、埼玉にあるエアロショップのメイクさんが、なんとこのね、往年の GTR 仕様をするのに必ず使っていた
イーストベア製の34スカイラインのエアロキットを復刻するかもしれないという情報をつかみました。イーストベアさん、イーストベアさんってちなみにもうなくなっちゃったんですか？イーストベアさんはですね、社長の方が亡くなられてもう終わっちゃったんですよ。でもかつてはイーストベアって、あの何ワイルドスピード4に出てきた青いスカイライン、あれのレプリカを作るのに使われたっていうキットなわけですよ。すごい。そうだからもう権威なのね。ワイスピー好きな人からしたらもうそっちが本物みたいな。そう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 。もしかしたらそのキットがまた手に入るかもしれないっていう状況になっておりまして、これまだあのどこにも出してない情報なんで、いいんですかこれ、はい、大丈夫です。カットしないで出しちゃいますよ。大丈夫です編集大丈夫ですで車が必要、ベースのね車が必要な場合は ER34 がたくさんあるところにご連絡ください。たくさんあるところにたくさんあるところにご連絡ください。はい、そう、うん、もうねお車なんですけど、うん、まあ、最後なんかほら、おや米付きバッターが1台いるんで チャンネル登録お願いします。あのね、もうなんだかんだ言うんすけど、車って結局車高低くないとかっこ悪いんですよ、うん、それは言えてる、ね、車高が高いと何をしてもかっこ悪いんですよこれよく言うでしょ、バカと煙は高いところが好きって。あ、そうだね。そう、車で大切な要素は2つしかありません。1つ目は車高の低さ、うん、ともう1つはホイールの太さと深さなんですよ。なるほど。そうそうそう、もうねホイール、これね銘柄とか見るじゃないですか、このメーカーとかこのモデル何ですかみたいな関係ありませんから、サイズです。ここと太さね。でタイヤを引っ張りましょう、うん、でこのねホイールの太さなんですけど、スカイラインクラスになったらフロントは必ず 10J で、うん、リアは 12J を履いてください、うんうんうん、ね、でもなんだろう、僕の AE86 は前後 9J、うんうんうん、であの YTSX はフロント9半入ってるんで、うん、いいね。スカイラインのくせに YT に負けてていいんですかっていう、ね、ただ問題が発生するんですよ、うん、問題。そうそう、ホイール太くするとね、すごいね、収まんないのよこの純正のね、ここにね頭がいい我々考えました、はいはい、タイヤを斜めにすれば収まるんじゃないかということで見てください。 ここだけ収めたいの、ここだけここが入ってればいいんですよ、ホイールっていうのやばくねこれ、上からのこのねリアの足回りってマルチリンクって言われてる足回りなんですよ、うん、そう、頭いいので分かってるんですけどね。でこのマルチリンクって車高を下げていくとどんどんホイールが内側入ってくるんですよ、うん、ただそれだけじゃ足りないんですよ、うんうん、だからこれね、この中見ると分かるんですけど、これどうなってるわけ？これですね、あのアッパーアームスキットレーシングで、あの、うん、トラクションコントロールロッドがもうスキットレーシング、うん、あのスキットレーシングさんあんま良くないんですけどね、あのその辺のアームを調整式のアームに変えてこう短くしたり伸ばしたりとか、うん、よくここぶち込む人多いんですけど、車高を下げた時に逆にハの字切らしたくないから上にアーム入れて伸ばしてタイヤを起こしてっていう使い方が多いんですけど、ね、うんうんうん、逆です、短くしましょうアームの話、スキットレーシングさんねあんま評判良くないですから、うん、あのオレンジ色のアーム見たら要注意、近寄らない方がいいです、うん、アームはどこのやつがいいですか？アームはですね、まずはクスコ、基本はクスコさん、いいね。そうで、あの普通の人はクスコさん使ってください、うんうん、あの水色のアームね、うん、お金に余裕がある方はイケアフォーミュラさん、うん、いいね。そう、イケアソンのアーム使ってください、もう一生使えます。そう、金ピカのね。そうそうそう、はい、それ全部コンプリートするとね、フルイケアって言うんですよ、うんうん、とても趣があるでね、これ純正オプションのこの羽根ついてるんで、おー、いいね。そこはそのままなんだ。そうそう、あの基本的には ER34 を車高端にしていくスタイルっていうのは、あのね、あんまりエアロって好ましくないんですよ、うん、純正エアロ基本は。ただ、うんうん、あのアルティアのバンパー前後っていうのはあまり好まれないです、うん、実はね。そうなんだ。これ本当アルティアついた貴重だって ね、 ね、言うけどね、アルティアのバンパーが好きなのはおじいちゃんだけなんだよって。あの今時の若い人はあのアルティアのバンパーなんか切り刻みます、こんなの。本当だ、切っちゃってる。そうで、あのもうちょっとね、こう実はこの車言うほど車高低くないんですよ、うん、実はね。ただこのもうパッと見た時すごい低く見えるでしょ。なんでだろう、この低く見せるテクニックっていうのが車高端の極意なんですよ。だって本当に低かったら走れないじゃん。そこいかに低く見せるかで、フロントバンパーもうね離陸しそうなぐらい高いでしょ。
もうちょっと分厚いやつ使うとグッドなんですよね。そうそう、厚みを出す。逆にサイドはアルティアサイド、これ20マです。サイドはいいんだ。そうそうそう、このあ、ここにダクトがついててね、テストラクトみたいでかっこいいでしょ。うん、かっこいい。そう、これアルティアサイドっていうのがもういい感じなんですよ。合わせ技フェンダーね、これはあんま良くないですね。この肩パッドみたいな Z チューンフェンダー、うん、Z チューンフェンダー、うん、後ろがナローなんで、できればフロントももうちょっとナロー、うん、そう、これが通なんですね。お、サンルーフ。うわー、そう、車見た目のためだけにありますから、サンルーフね。チルトしましょう。そうそうそう、これチルトしないと通過できない県があるんですよ。神奈川って言うんですけど。そうで、エンブレム全部取る。あ、ステッカーもいらない。そうそうそう、うん、リアバンパー変えちゃうとこの 25GTT とかなくなっちゃうから、そしたらついでにここも取っちゃった方がいいんじゃないかみたいな、そういう発想ですね。なるほどね。そうそう、マフラーね、これマフラー、これどんなマフラーって思うでしょ。関係ありませんから、これ覗いてください。最低高です。マフラーは最低高で選ぶんで、できるだけ下に出っ張んないマフラーをつけるんですね。そう、もうそこだけです。何でもいいです。出口。奥深いね。ちょっと内装見ようか。これシートは謎のスパルコみたいな。あ、本物じゃない。これ本当にスパルコですか？いや、スパルコっすね。セミバケタイプ。これなかなかないですけどね。あの、シンプルに車検通らないんで。あ、これは違法改造です。違法改造はダメです。これね、こっちで見ると分かるんですけどね。これはですね、もう俗に言うスワッピングってやつですね。お、そう、あの、自分の棒と人の棒交換するってやつなんですけど、で、するとこう価値が上がるんですね、その行為に。素晴らしいじゃないですか。あれだね、あのマフラーついてないね。あ、本当だね。うん、あ、でもなんかオンオフついてるけど、これなんだろう。まあいいや、いっぱい押しました、よくわかんないんで。別にエンジンなんですけどね、こんなもの見せるもんじゃないんですよ。もうね、なぜならね、私も一回も見てないです、この車のエンジン。おお、カバーレス。あの、エンジンルームっていうのは見せびらかすものではないんですよ。あのパンツみたいなもんです。こう隠しといていいんですよ。昔の俗車の人とかもそうだと思うんですけど、だから別にあの動けば車っていうのは大丈夫なんで、うん、素晴らしい。あ、これついてますね。はい、でもこれ両面テープです。ベロー、おや、てかアルティアバンパーでこれつけなくてよくないですか。これね、なぜつけてるかっていうと、バンパーの取り付けのチリが悪くて。あ、これバンパー前にしてるの。そう、ここに段差ができちゃうんですね。多分 ここのチリを合わせると前に出ちゃうのかもしれない。あ、乗った、あ、乗ったじゃん。こうやって直すんです、車っていうのは。そしたらこれもいらねえしな。そう、いらねえ、いらねえ。こっち出た。おいおいおい。顔がちょっとこう細い可能性があります、この車ね。小顔だね。うん、小顔効果、小顔オール。そうですね、まあ、3台見てきましたけど、もうなんか わけわかんない愛があふれる人と、死ぬほど金がかかる人と、なんかよくわかんない最近の若者しようみたいな。よくわかるのこれだけやんけど、ね、俺ぜひね、視聴者の方にどういう好みがあるかとか聞いてみたいですね。うん、多分視聴者はみんなおじいちゃんだから、はい、あれが一番人気だと思いますよ。いや、やっぱこれですよね。うん、若者は逆に RC を求めるんじゃないか。いや、若者はこっちでしょ。うん、若者はこのどっちかに超分かれると思う。うん、ER34 の素の形自体が再評価されつつあるんですよ、うんうん、GTR って純正でゴテゴテしてるデザインなんですけど、うん、ER34 の素の状態のこのスマートなかっこよさって実は結構あって、うん、だこれが安かった時代ってどうしてもね、安い車っていう先入観があってあまりかっこよく見えなかったかもしれないですけど、うん、もうそういう余計な思考を全部取っ払って素でこれ見ると結構かっこいいんですよ、うん、ね。それこそ純オプのウィング、俺あとあの前期の純正オプションのリップが好きだからさ、あ、いいですね、うん、あれがついたら結構かっこいいなって思うんだけど、うん、あとはね、下手っちゃった足回りは車庫調に変えてとかそういうのはしょうがないと思うんですけど、もう純正をできるだけキープして乗っていくのがこれからの時代は合ってるんじゃないですか。そうだね、こんだけ喋った後に言うのもなんですけど。ということは、どのね、どの車を作るにしてもトラスト企画に相談してもらえば揃ってしまう。おや、どのポケモンにしますかみたいな感じで、うん、最終的には揃っちゃうぞみたいな。ポケモンセンターだったんだ。いや、大木戸博士でしょ。博士のポケモン。おや、まあね、皆さんもお好みがいろいろあると思いますし、はい、ね、こういう仕様がいいとかね、
ご意見あると思うんで、その辺をコメントしていただけるとすごく嬉しいです。もし ER34 買いたいですとか、こういう仕様にしたいんですみたいなお客様いましたら、はい、ぜひご要望いただければ、はい、安倍さんが楽しくおしゃべりしながら車の仕様に詰めて、ね、はい、ね、できるかもしれない。そういうお客様いますもんね。あ、全然います、います、うん、あのうちで使ってるパーツをおすすめしたりとか、それこそエアロ屋さんにあの作ってもらう、ね、ご依頼したりとか、そういうのも全然受けたまりしてますので、まあ、LINE でねお問い合わせいただけると。まずは相談からと、はい、ER34 何百台も見てるだけあって、いや本当本当本当、それなりにノウハウはあるつもりなんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも俺まだねちょっと ER34 について分かんないことあるんだよね。お、何がですか。いやなんか34のスカイラインって型式がいっぱいあるじゃない。確か、 ありますね。なんか ER とかなんか C なんだっけ、 H34 なんかなのか、なんか ECNR なのか、すごい気になってんだよね。そう、わかんないからさ、うん、なんかそれもちょっと勉強したいかなって思う、うん、ってことで、じゃあ次回も ER34 特集、はい、各型式をちょっと集めて、ずっと ER34 特集ここから1週間 ER34 の動画やりますとか言ってER34 ウィークじゃないですか。ということで次回の動画でまたお楽しみにしていてください。お願いします。お願いします。では明日お会いしましょう。バイバイ。明日なの本当に車好きのみんな終了。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、サンドの飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたの動画もお待ちしています。